話をしよう。昔話よりもっともっと素敵なおとぎ話。太めを開けると真っ白なウサギ、抜け間に合わない、チクタクチクタクギクシャクするのはもう嫌だ。空チクタクチクタク、時間はどんどん減ってゆく。もうとにかく僕には時間がない。ねえ、そんなに慌てて一体全体どうしたの？どこかの誰かといつだかどこかで待ち合わせ。そう、彼女はチクタク、とっても時間にシビアだよ。そんなに？そうそう、だって彼女は女王様。しかしかチクタク、どうにも時間がない。から話があるならまたの機会にしておくれ。それなら一つだけ教えて、なぜそんな時でも陽気に歌を歌うの？それはミュージックランド、ミュージックランド、そのさミュージックランド、ワンダーランド、ここがミュージックランドだからさ。失礼、また会う日までバイバイ、さよなら。待って、あー、なんて不思議な世界なのでしょう。この先は何か待ってるかしら。お嬢さん、お嬢さん、私？そう、お嬢さん。何？君は誰？私の名前は、君は名前なの？そういうあなたは誰なの？ Who am I？ と言いかけてみよう。なぜ？ Who am I？ わからないんだ。教えてよ。 Who am I？ 曖昧さ、ただわかってるのは、歌ってる僕は最高にハッピーってこと。 You love music。 歌を歌え、少しずつ見えてくる、僕が生きる意味はきっとここにある。だってそう、僕はそうね、きっと私も最高のシンガーなのさ。どこから聞こえてくるのかしら。そりゃ私だよ、私んことだろ。さあ腰掛けたら始めるぞ。お茶はいかが、お茶はいかが、楽しく飲めば世界もほっとる。お茶はいかが、さあお茶をどうぞ。なんて変なフレーバー。普段
行かれちまえ。お茶はいかが？さあお茶をどうぞ。さあ行かれりゃ楽しいティータイム。さ何が文句あるの？私が歌えば誰もが釘付け、全てを復旧させるオーラ。あなたが女王様、そうさ覚えておき、美しい歌声、当たり前じゃない。オーケストラさあ始めましょう。私のビューを全ピアノ、yeah! ウッドベースドラムス、ブラスセッション、みんな言うことを聞き、私のために奏でなさい、全て私の